hf-24 マルートバンガロールの博物館で展示される hf-24 マルート hf-24 はインドのヒンドスタン社が開発した超音速戦闘爆撃機。愛称はマルート1961年6月17日に初飛行した。インドでは1950年代になってにわかに Z 戦闘機開発の機運が盛り上がり、有名なドイツの設計者、クルトタンクを招聘して1956年から超音速戦闘機マルートの開発を開始した。マルートは1961年6月17日に初飛行したが、2機装備したイギリス製オーフィウスエンジンは明らかに出力不足で、計画したマッハ2には遠く及ばず、マッハ1をやっと超える程度だった。 インド当局は、ハ300用に開発された、エジプト製のエンジンのブランドナー E-300 に、乾燥したマーク2を計画したが、こちらはエンジン開発の目処が立たなくなり、頓挫してしまった。その後も回収作業は進められたが、インドの核兵器保有と国際社会からの制裁によって外国からの技術導入が困難となり、当時のインドの工業力では、 自力開発を行うよりもソ連製の軍用機を購入、運用する方が合理的であると判断された。それ以後、開発は事実上放棄されて、主力戦闘機はミグ23に置き換えられる形となった。最終的な生産機数は147機である。1985年に全機退役した。主翼は後体格のついた低翼構造。エンジンは創発で、 後部胴体に並列配置。全部胴体側面にショックコーンのついたエアインテークがある。機種は尖っているが金属光沢があり、レドームではないと思われる。当時アメリカで公開されたばかりのエリアルール理論が適用されており、胴体にはくびれを持たせている。工場を見学に訪れた当時のネルー首相が機体のくびれが気になって質問したところ、タンク自身が コカ・コーラ型とも呼ばれる最新の設計ですと解説したという逸話がある。マルートは1968年から部隊へ配備され、1971年のバングラデシュ独立戦争で実戦投入された。本機はその搭載兵器を生かして対地攻撃に威力を発揮した。空中戦で喪失した機体はなかったが、地上からの対空砲火によって4機、さらに地上において2機の 計6機が失われている HF-24 マーク1初期生産型 HF-24 マーク 1R アフターバーナー装備計画型 HF-24 マーク2エンジン乾燥計画型 HF-24 マーク3エンジン乾燥計画型 HF-24 マーク 1T 練習機型 HF-24 後方よりありがとうございます。